今回紹介する新カードはノーマル孫寒。今作も孫寒らしく計略は過激系。威力は自身知力8に相手知力2がミリ残りする程度と控えめやけど、四季6かつかなりの広範囲が持ち味やから、ある計略との相性が抜群。それが四季3で相手の知力をマイナス10する広範囲妨害のノーマル3の趣味なのやつ。過去シリーズでは馬鹿の刑やった計略やね。今作ではバカの刑ルビもしっかりバカの刑どんな計略やねん。おすすめの構築例として号令でも勝負できて、知力マイナス10でも焼けない天下フグや天球の采配を相手に武力待ちできる不毛ネタを紹介するよ。寝てないとダメか、うん、先に帰るね。勝ちがたい時は引くまで、うん、ここは任せる。ほら行くぜ、うん、死ななきゃ勝ちよ。流派発動、一の型伏せろ。我が名は遊白海、修羅の川と血の海を行く者だ。てら任せな。犬どもの分際で大軍を恐れるな。終わらない。蹴散らせ、任せな。軍略に達する者よ、俺に挑め。かっこ、勝ちがたい時は通常時の火力はこんな感じで、2コスト武力6が持つ計略としては特に2つを加味しても火の締めの性能。死ななきゃ勝ちよ。伏せろ。出す者は例外なく処刑だ。伏せろ。流派発動、三の型任せな。任せな。大軍を恐れるな。傷は浅いぞ。助けてくれ。発動、二の型任せな。お相手を信用する派閥やったとしても、ちゃんと牽制くらいせんと痛い目を見る例やね。ここでライン上げが滞ったの敗たしやな。勝ちがたい時は引くまで。犬ども、切って捨ててやる。任せな。寝てないとダメか。戦機解放。
名は遊白海。修羅の川と血の海を行く者だ。出あれ！失せろ！戦うのも楽しいぞ。失せろ。寝てないとダメか。大軍を恐れるな。失せろ。撃ち出せ。撃ち出せ。犬どもの分際で。浅いぞ。かっか。寝てないとダメか。ありえないレベルの範囲で主力3枚を焼き払うことに成功。高コストを軸にしたデッキやフル攻撃のデッキ相手にはもっと強く出ることができる強い組み合わせに感じたよ。こちら側につくなら今のうちだぞ。失せろ。勝ちがたい時は引くの。助けてくれ。任せる。犬どもの分際で。まぐれ勝ちはない。命乞いはしない。英傑狩りだぜ。見つかってしもうた。手洗い歓迎ね。進め。貴様。開幕は最悪のパターン。ちなみに王位は安全のハガキや兵を選びたかったけど羊処置。散々言っとるけどいろんな戦法を楽しみ大使やけねえにガチャ要素いらんと思うんよ。魂は死せず。これだから戦は。失せろ。発射。
将ダイマ、新たな戦を見せてやる。流派発動。一の方進め。犬ども、切って捨ててやる。進め。失せろ。発射。進め。ここは任せる。犬どもの分際で。死ななきゃ勝ちよ。発射。進め。流派発動。三の方はわしが止めておこう。軍略に達する者よ、俺に挑め。逃げ時を過ぎていた。魂は死せ。貴様、終わらないぞ。命乞いはしない。あっぱれ。伏せろ。手荒い歓迎ね。新たな戦を見せてやる。流派発動。二の方引き出せ。これだから戦は。進め。天気一つに固まって、頭の悪い奴らだ。軍略に達する者よ、俺に挑め。経略を2つ重ねる。頭脳上カットインとかで試合が止まったタイミングでそれぞれの範囲を確認して照準を合わせておくと扱いやすいよ。伏せろ。こんな感じで基礎性能は控えめやけど、バカの K と組み合わせれば範囲の広さと士気の軽さを存分に発揮できる唯一のカードと感じたよ。ここまでのご視聴ありがとうございました。